ティボリ・シュタディオンは、オーストリア・チロル州の州都インスブルック市にある、スタジアム。オーストリアの建築家、アルベルト・ビンマーの設計で2000年に完成。オーストリアで最もモダンなサッカー専用スタジアムの、一つ。収容人数は3万人。オーストリア・ブンデスリーガーに属する FC バッカー、インスブルック、そしてオーストリア・フットボールリーグに所属する、スバルコレーダーズ・チロルの本拠地である。 元々は、収容人数17,400人のスタジアムで、あったが、UEFA ユーロ2008に向けて2005年より、拡大され、2007年11月に拡大工事が、終了した。スタジアム内には FC バッカー・インスブルックのオフィスや、ロッカールーム、メディカルルーム等以外にも、チロル州サッカー協会のオフィスやインスブルッカー、AC のロッカールーム、各種リハビリ施設、レストラン、 スポーツショップ、現地企業のオフィス、地下駐車場等も併設されている。またティボリスタディオンは小規模ながら、スポーツコンプレックスの定裁をとっており、スタジアム内には、インドアロッククライミング施設やフィットネスセンターが、周辺には4面のサッカー場が併設されており、FC バッカー・インスブルックのトレーニング等も行われている。オーストリア A 代表チームはこのスタジアムで、 リヒテンシュタイン代表、ベラルーシ代表、ルクセンブルク代表、スイス代表、コートジボワール代表と対戦、すべての試合で勝利を収めており、オーストリア A 代表チームにとって、最も相性の良いスタジアムと言われている。また、ザルツブルクのサッカー専用、スタジアムレッドブルアレーナと同様、ピッチ上の選手と、スタンドで観戦するサポーターの距離が非常に近いことでも知られる。 当スタジアムでは多くの国際親善試合が例年行われており、2018年6月12日には 2018FIFA フフワールドカップに向けて近郊のゼイフェルトで合宿を行った日本 A 代表がパラグアイ A 代表と対戦。ワールドカップ前最後となったこの親善試合で日本代表が4-2で勝利し、西野郎代表監督就任後初の勝利となった。 ありがとうございます。